それでは毛髪理論について学んでいきましょう。毛髪理論は髪に関わる内容で非常に重要な項目です。それではキューティクルから見ていきましょう。一番外側のキューティクルは髪のツヤと手触りに大きく関係しています。健康な髪はキューティクルが約6から8層で覆われていますが、外側からエピキューティクル、エキソキューティクル、そして内側のエンドキューティクルへとつながっていきます。健康な髪表面のキューティクルは面が揃っている状態で、光がきれいに反射することでとても艶やかです。対してダメージした髪表面はキューティクルがめくれ上がってしまい、ザラザラした状態で光自体が乱反射してしまい、パサついた状態に見えてしまいます。次に